演武開演。どうも、本日はこちらファミリーマートのよもぎ香る草団子つぶあんのせを食べたいと思います。本当にただ乗ってるだけですね。まあ、そう書いてある。では、いただきます。鉄板の和菓子の美味しさですね。ああ、これ。大きめのお団子に、しっかりと甘さ控えめのあんが乗っていて、市販の団子とは一味違う弾力があって美味しかったです。あ、これも市販か。でもやっぱり大きい方が食べ応えがあっていいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。